踊りを皆様に楽しんでもらえたらと思います。演舞の注目ポイントは前半と後半の踊りの雰囲気の違いです。お楽しみください。それではガランの皆さんです。お願いします。はい、ご紹介に預かりました東京都より参加のガランと申します。鳴る高よさこいで会場高鳴ってるかと思いますが、ここからはガランが新しい色をつけていきたいなと思っております。まずはこの第1回宇都宮さこい開催、誠におめでとうございます。たくさんの方の協力とホストチームのリンクの皆様のご尽力によって、このような素敵なステージとたくさんのお客様に囲まれて踊れること大変喜ばしく思っております。はい、ちょっとね緊張しておりますが、はい、ありがとうございますありがとうございます。はい、で本当に僕たち、どうもありがとうございます。あ、すごいね皆さん。そうです、僕たち東京からね参加なんですけれども、リンクさんたちから宇都宮でうさこいやりたいって昨年の秋頃にですね声かけていただきまして、それならばぜひと一緒に盛り上げましょうということで、今回こちらまで踊りに来させていただきました。今までのね踊ったチームとは少しテイストが違う、僕たち北海道のよさこい空祭りに出るために出来上がったチームでございます。私たちの演舞を見て少しでもね面白いな楽しいなと思っていただきましたら、ぜひ6月ね北海道にね足を運んでもらって、よさこい空祭りもぜひねこれから楽しんでいただけたらなというふうに思っております。話してばっかも楽しくありませんので踊らさせていただきたいと思います。それでは皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ガラン2023ミライズ